はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。はい、私は今、愛知県の某所に来ております。はい、某所に来ておりますというか、今から向かうんですけれど、私ですね、年末にですね、私の行きつけの、朝日屋さん、はい、朝日屋さんでですね、僕、プラモデルをね、ちょっと何件か予約してたんですけど、完全に私忘れておりましてですね、それがね、もう届いてるということなんで、ちょっと今から取りに行くんですけど、嫁に行ってないんですよね。で、嫁って、なんだろうな、ガンプラだったら、特に言わないんですよ。嫁もガンプラ好きだし、むしろどちらかというと置いてあったら勝手に嫁が作っていっちゃうぐらいの勢いで、うちの嫁ってガンプラ好きなんで、ガンプラだったらいいんですけど、ちょっと今回ね、僕がね、勢いで注文してしまったプラモデルってちょっとね、エッチューモンでございまして、はい、エッチュイプラモなんですよね。で、ちょっとね、まあ今から取りに行くんですけど、嫁にね、なんて言えばいいんかな。まあただ今回はね、ちょっと本当僕の好みで、ね、ちょっと注文しちゃったやつなんで、ちょっと嫁になんて言われるかわかんないんだよな、怖いんだよな。でも取りに行きます。はい、というわけで今から取りに行ってまいります。いや、ほら、前回私エッチなプラモデルをね、組み立てながらね、ちょっとでも性的な何かを感じてしまったら、自分に罰を与えるっていうね、ああいう縛りプラモをやったんですよ。性的な興奮を感じてしまったら自分の方を叩くというね、そういった縛りプレイで今日はこのプラモデルを作っていきたいなと思います。いや、さ、物出しよりもさ、ちょっと布で隠れてる方がエッチなんだよな。できました。で、なんか僕正直あれ1万も回らんやろなみたいな、1万再生とかそんなにいかんやろなみたいな、5000再生ぐらいいけばいいかなぐらいな勢いでやったんですけど、なんか知らないうちになんか3万再生ぐらいされてて、今回ちょっとね、1個だけじゃないんですよ。勢いでね、何個かね、注文して、自分も何個注文したか覚えてないんですよね。いやー、怖いな怖いな。まあ、車の中にずっと隠しておいてもね、やっぱ作れないから結局積んじゃうじゃないですか。隠すこともできねえなと思って、まあ今から朝日屋さんに取りに行って、そっから考えるだよね。まあ、素直に嫁に言うのが一番なんですけどね。うん、いけるな。はい、というわけで朝日屋さんに到着しました。僕が美少女プラモを買ってニヤニヤされてるところはね、ちょっとよし、取りに行こう。いや、半分ワクワク、半分ドキドキ。いや、違うな、半分ワクワク、半分怖くは。アルコールで、入り口からすごいな。どうもこんにちは、すみません、大変お待たせしました。お待ちしておりました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。すいませんうわ、やば、うわー、すげー、うわ、やばはい、朝日屋カード召喚、ドロー。プラモデルをね、買いに行った撮影から、早くもですね、もう10日以上ですねもう2週間以上経っちゃったんですけれど、はい、僕は未だに嫁にプラモデルのことを打ち明けれずにいます。はい、というのもですね、後にですね、私指をね、ちょっと指やらかしまして、はい、まあもうだいぶ痛みを引いたんだけどね、うん、もう正直こんな固定も多分そこまでいらないんじゃないかな。ちょっとまだ病院行ってないんでわかんないですけど、もう勝手に取っちゃってたりするんですけど、はい、ちょっとね、プラモデル買いましたってね、報告する前にやってしまったものだからね。はい、もう言いにくくて言いにくくて、ね、もう仕方がないわけですよ、私は。指をって、嫁に内緒で、ちょっとスケベなプラモデルいっぱい買って、ね、はい。いや、まあ、プラモデルはもうね、去年から予約したものなんで、まあ、あれなんですけど、いや、それでも言いにくいっすよね。はい。というわけで、ちょっとね、今回はですね、私、ちょっと唐揚げを大量に買ってきまして、で、それをちょっと、ご機嫌材料といいますか、はい。で、それをちょっと嫁に食べていただいて、はい、ご機嫌を、取ってからの、ウェイと、実はプラモ買ったんだっていうのをね、打ち上げるという、汚い大人のやり方で、ちょっと今日は、嫁にね、プラモデル買ったことをカミングアウトしようと思います。チャンネル隊長、
大体毎日夜8時から公開。みんな見てくれよな。私、奥さんに内緒でちょっといっぱいいろんなもん買ってしまいました。ちょっと車の中に乗って決してその唐揚げに許してもらおうって思ったわけじゃないですよ。本当は唐揚げに許してもらおうかと見せてみろ、何を買ってきたの貴様。はい、ちょっと唐揚げとかいろいろ片付けてたんで、ね、ちょっとこの時間やってしまったんですけど、うん、すいません、じゃあちょっと持ってきますわ。こちらでございます。すみません、これだけじゃないです。これだけじゃないです。はい、こんだけ買ってきました。しかもこんなことぶき屋の美少女プランは高いよ。これ実は去年からですね、ちょっと予約しておりまして、ちょっともう去年末だったんで、もうハッピーニューイヤーだったんで、まあもう正月にプランもいっぱい作るし、いっぱい作ってなくなってから、そうそう、新しいプラン欲しくないよなって思って。なくなったかね。いえ、なくなったガンタンクだけやぞ。ああ、何買ってきたの、こんなにも。はい、まず一つ目はこちらでございます。はい、アルカナディア。はい、すごい造形が良くてですね、なんかもうネットとかですごい評判の、はい、キットでございます。もうこれめっちゃ可愛くて絶対作ろうと思って、はい、買いました。はい、みんな大好き女神デバイスでございます。女神デバイスのですね、バレットナイツエクスキューショナーブライト。これ仮面かぶってるじゃないですか、かわかんないじゃないですか。でも皆さん見てください、こちらです。うわ、これをね、隊長くん好きそうだよね。隊長くん好きだね。黒髪目隠れパッツの赤目はもうダメでしょ。これダメですね。はい、平気です、ありがとうございました。じゃあこれ私が作るね。ちょっと待ってくださいよ。はい、こちらでございます。女神デバイスのですね、バレットナイツエクソシストウィドウ。はい、この子でございます。この子はもう正直この子ともうなんかセットで、もうなんかどうせね2つ目なら買おうっていう感じで、はい、予約させてもらったものでございますけども、顔見てこれやばくないですか。でこれ完成図めっちゃかっこよくないですか。どうですか。これは隊長ちゃんが作る。あ、これ隊長ちゃんですね。わかりました。そしてこれですね、今すごいね、いろいろ各巷で騒がれております、これなんだっけ、中国かなんかの今流行ってるキットですよね。これね、僕昔 Amazon で買おうと思って買おうと思ってたんですけどね、ちょっと買うタイミングを逃してしまって買えなかったキットなんですけど、これが入荷するってことだったので、もうはい、もういち早く予約させていただきました。これすごくないですか、中国産ですよ、これ中国の美少女プランなんですよ。おー、歴が気になるところだね。そう、なんかほぼ女神デバイスみたいな感じらしい話に聞かれると結構頑張ってる。そしてちょっとね、作風は少し変わるんですけどね、また同じ場所から出てるですね、これはアサルト B。 なんか箱がすごいね。そう、箱がすごいでしょう。はい、でもバッチバチにね、ほらこっち中国語なんですよ。これもね、まあちょっとね、値段が安かったっていうのもあるんですけど、一回ね、試しに作ってみたいなっていう、そんな感じで買ってみました。そして今回僕が一番ね、目玉と言いますか、もうこれを買いたいがために、もうなんか取りに行ったまでもあるキットでございます。はい、こちらでございます。はい、これだなー。まあ、結構 YouTube でもね、結構いろいろレビューが上がってたりしてるんですけど、めっちゃかっこよくないですかね。かっこよくて可愛くてっていうね、弓、そうそう、やばくない？かっこいいな。かっこいいでしょ。で、これしかも、うん、このキットすごいのがですね、あ、ちなみにこのキットの名前はですねこれね、読めないんだよ。これイースターモデルっていうところだね。イースターモデルってところが出してるキットなんですけど、これすごいのがですね、これちょっとあげるぞ。もうこれに関してはね、朝日屋のおじちゃんも感動しましたからね。店長さん見てください、これ服がついてくんですよ。ドールじゃん。そう、ドールみたいな感じで服入ってくんですよ。やばくないですか。衣がついてくるんですよ。すごいですよ。なんかちょっとテンション上がってきちゃった。はい。というわけで、まぁ、ちょっと作り込みのすごいね、まぁ、日本と中国の、ね、キットでございます。はい。まぁ、どちらが優れてるのかとかね、正直ちょっとまだ作ってないんでわかんないんですけど、これから作ってね、レビューしてみたいなと思います。そうでしたね。お、計算早いな。朝日屋のポイントめっちゃ使ったんで。
もうちょっと安く収まりました。もうちょっと安く収まったんです。本当は？それぐらいですね。どのだけあるか知ってる？見たことある？うちのプラモ部屋。え、見たことない？もしかして。え、うちのプラモ部屋もしかして見たことない？いや、ないです。あります、すいませんでした。あります、あります、すいませんでした。あります、あります、あります。あります、あります。全然あります、ね。あるよね。あります、あるよね。全然あります。うん、あるんですよ、この人。すいませんでした。あの、奥さんも、あの、別にこれ僕だけのものではないので、なんか作りたい人ありますか？じゃあこれ作る。ああ、それ作りますか？そうですか。それを作られますか？あ、まあまあ、これと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 これ作るね。あれ？全部作られちゃうな。じゃあそういうことで。そういうことで。はい、というわけで、はい、僕が嫁に内緒で買ってきたエッチなプロモデル、すべて嫁のものになってしまいました。やったぜ。よしです。あの、全部俺の嫁。はい、あの、買うときはね、きちんと相談の上で買ってみましょうね、プロモデルね。はい、というわけで、あの、また他の動画でお会いしましょう。まずに。まずに。バーイ。ぶっちゃけ一番作りたいのはどれ？ぶっちゃけ一番作りたいの、うん、ぶっちゃけ一番作りたいのは、うん、ね、この一番下の子。この子と、この子はちょっと、うん、やっぱイースターモデル俺作ったことないから作りたいな。なるほど。って思う。で、じゃあこの子私が作るね。なんでん？なんでそうなったん？なんでん？なんでん？なんでん？